トイレ大改造スタートしましたというのもですね、ジャン君がどうしてもお尻を上げておしっこをしてしまう、もう半年以上そうかな、もっとか、というのをどうやったら改善するんだろうと思っていてですね、まあ多分ね、このトイレの短い方の幅に縦にっていうか、こうなんていうかな、なんていうのお尻がちょっとはみ出るぐらいのところに、方向がね、なんかね、こっちを向いてトイレをしたがるんですよね、横じゃなくて。で、こっちに顔を向けるという時に縦方向にしてほしいわけですよ。で、今こういう配列にしました。トイレは3個になったので豪華だよ、ジャン君。今度は外にしないようにお願いしますね。外にあんまりするので、あそこにずっとトイレシートを貼っていました。おニューの200枚入りを買いました。はい、ジャン君、あ、いいかもしれないぞ。斜めだけど、斜めなんですけど、え、それで上に上がると、あ、あ、来た、やばいやばい、そろそろ終わったかな。あ、本当、ジャン君偉いと、ジャン君偉い。外にはしなかったと思うけど、なんかこの様子まだなんか違和感があるようです。ジャン君どうしようね。もうちょっと斜めじゃなくしてもらえるとありがたいですね。お願いしますね、ジャン君。